はい、バンブーです。今日はトロピコというゲームをやっていきたいと思います。で、このトロピコっていうゲームは今動画で上げているシティーズスカイラインズとかなり似たテイストになっているんですけれども、まあ、シティスカが市長目線、紙目線で街を発展していくものに対して、トロピコというゲームは、自分が独裁者になって、島を発展していくっていうようなゲームになります。早速ですが、このバックのご機嫌な BGM に合わせてゲームをスタートしていきましょう。で、ここの画面で自分の独裁者自身の、外見を決めることができます。まあ、見た目はざっとこんな感じに設定していきましょう。なかなかね、感情移入できなさそうな外見はしてるけど、まあ独裁者感も出てるし、これでいいでしょう。始まりましたね。で、今の状態は、まだ国王陛下の代理人として植民地を統治するみたいです。で、この国王陛下からの依頼をしっかりとこなせたら、このオークスワース卿っていう人が任期の延長をするように取り計ってくれるみたいです。 OK。 で、まずこのビックリマーク触っていくか。まあ、交易をしなさいってことですね。で、オークスワース卿はプラチナのパッケージをおすすめしてきているので、プラチナのパッケージを購入しよう。お金がもうすでに半分なんですがこれでいいのか。で、宮殿にもビックリマーク出てるんで、ビックリマーク見ていこう。資金の調達、あ、ここで今ミッション受けられますね。農園かっこ砂糖を建設すると。で、これをすると任期が6ヶ月延長しますよということなんで、やっていきましょう。まず、なんか露骨にここに縦ロマーク出てんな。あ、違うわ独裁者自身だったわ。いや、荒れた地に一人佇んでるな。やることねえんだろうな。まずは農園を作っていく。まあ、この辺に建てていきましょう。今砂糖立った？あ、作物を変更、あった。今バナナ作ってるんで砂糖を選択と。これであとは建築業者が建ててくれれば任務が完了しますね。結構最初はのんびりなんだね。あ、立ったよ。立ってないの？立ったよ。あ、バナナになってんな。あれ？俺砂糖に変更したでしょ。はい、お、できた。 OKOK。この任務を達成した時に受け取れる報酬を選ぶことができるみたいですね。国庫への補助金にするか、個人的な収入にするか、任期の延長するか、入職者をもらうか。まあ、任期を伸ばして、今支持率が 13% しかないので、このまま独立しようとすると明らかに独立できないんで、任期を伸ばして支持率を獲得していきたいと思います。あ、次のミッション出てるね。次は、図書館を作ってくださいって言ってますね。まず道路伸ばすか。図書館置く場所ないよな。こっち。で、こっちを通して、うん、これで交通の便も良くなっただろうから、このゲーム渋滞ってするのかな？まあいいや。まず、図書館作っていこう。あったあった。図書館。ん？入り口どこだこれ。こうでいいのかな？まあ、いっか、立てちゃおう。早速お金マイナスなんですが、これは一体、やっぱ最初にお金もらわなきゃダメだったか。まあしゃあないな。お、夜になってきたね。これ夜になったら多分動かなくなるのかな。いや、そんなことなさそうだね。ちゃんと建築してくれてるわ。お、貨物船により2696ドルの物資がトロピコより輸出されました。こうやってお金を稼いでいくんだね。ただマイナスは、さばききれてないと。なんだこれ、謎の組織。このレオン・ケーンとかいう、もう明らかにうさんくさい人が独立しなさいってほのめかしてきてるね。で、目的は独立を宣言して、まあ、報酬はミッションクリア、まあ、今回の、ミッションをクリアするってことだね。で、ただやっぱり支持率を 51% 以上に上げる必要がありますと。そのためには住民の幸福度と革命派の数が鍵となります。まあ、結構ヒントをくれるおじさんだね。多分こいついい人ですね。タスク開始。これもうちょっと家建てないと人入ってこれないんじゃない？今世帯数4分の4でしょ？全部そうなっちゃってるから、多分これ家建てないと人入ってこれないわ。あ、なんだ、研究できるな。農園の改良、牧場の改良、鉱山ができる。あ、鉱山作ろうよ。シャベル。オッケー。そしたら道路を建てて、なんだこれ、よいしょよいしょ。で、お家を建てよう。
うん、こんぐらい立ちとけば大丈夫でしょう。なんだ金の価値。あ、レオン・ケン、さっきの独立をほのめかす過激派の人だね。あ、支援してくれてる、いいやつじゃん。いや、とりあえず一旦国庫に入れよう。俺のお金はまだ後で大きく稼ぐから大丈夫。あ、なんだびっくりマーク。あ、砂糖を輸出しなさいと。今砂糖作ってるから、まあ輸出されるでしょう。タスク開始。あともう一個びっくりマーク出てるね。このレオン・ケンさんがお金を持ったら革命派が12人島に来るよって言ってくれてるわ。おう、持とうじゃないか、お金を。あ、まだびっくりマーク出てくんな。監視塔を2つ建てて、祖国の防衛をしましょうってエビータ・バスケスさんが言ってるね。この人結構綺麗だね。そんなことはいいや、タスクを開始。あ、またレオン・ケンだよこいつ。あ、簡易住宅を5軒建築。いや、もうしたよ。俺が建てたのなかったことにされてんな。うわー、もったいねー。もうちょっと待っときゃよかったな。あと3軒建てなきゃ。1、2、3。はい、建設業者これ1個で足りてるのかな。なんか微妙そうだよね。まあでも多分後々建設業者を建てろってミッション出そうだな。なんだこれ。ああ、住居が完成したようだなって言ってる。あ、なんだこいつ。革命派の人を起こすって言ってたのに、2つの島より大邸宅を提供すると約束され、それに釣られてしまったようだ。だが心配することはない、いずれこの借りを返すとか。もうなんかこいつ詐欺師の手段だよな。人気は伸びたけど、レオン・ケーンの信頼度はなくなってきたわ。お、なんだ今度は。オークスワース卿だな。こいつって帝国側の人なのかな。なんか税金払えとか言ってきた。俺お金ないけど払っていいのかな。でもここはね、やっぱ帝国とは仲良くしとかなきゃいけないと思うんだよね。長いものには巻かれなきゃいけないから。あー、でも倍払うのは やばそうだな。普通に払っとくか。なんかお金マイナスでも全然大丈夫そうだし。あ、帝国から表彰された。わー、税金払ってよかった。あ、5000円返ってくるね。あれ、人気伸ばした方がよかったかな。次なんだ。世継ぎ。あなたの一族の奔放な恋愛スタイルが予想外の妊娠問題と発展いたしました。おい、息子何やってんだよ。え、息子か、俺か。俺がやっちゃったかなこれ。有力者の子というのは世間の注目を引きつけ、時には論争さえ巻き起こすものです。あ、やっぱ子供を認知しないとかって言ってるから、やっぱこれ自分の子供だな。おい、何やってんだよ。いや違うか、何やってんだよじゃないか、自分か。ややこしくなってきたな。結婚式開こう。もう盛大にやろうぜ、もうこうなったら。ドーンとやろう。礼拝堂、宮殿の隣に建てよう。向き若、あ、これだな。で、あと監視塔を建てろって言われてんだよな。監視塔も建てよう。二つ。まあ、どうせ海からしか人来ないだろうから、ここに建てといて。これあれだね、お金稼ぐのって輸出しかなさそうだね。ってことは、農場をもうちょっと建てた方が良さそうだな。あ、牧場もあるな。牧場にしよう。よいしょ。お、俺の子供が生まれたみたいだな。あらゆる動物は泣き止み、空からは光が差し込み、チュパカブラが赤子の前にひざまずいて頭を垂れたと国史には書いておきましょう。このペヌルティも頭おかしいな。こいつは俺側派なのかな、独裁者側なのかな。ラムの一気飲みという古の儀式により世継ぎ候補となられた方に特別な能力を授けることができます。どのような能力をお授けになりますか。海外から受けられる支援額が 5% 増加。やはり世継ぎなどいらんとか。いや、いるよ。年間収入増やそう。またこうやって選ぶ画面か。あ、もうこれでいいんじゃん。なんかボンボンっぽいじゃん、この感じ。ちょっと目つき悪いけど。あと、生まれた瞬間から大人なんだな。お、監視塔立てたからまた革命派の機運が高まってきてるね。革命派を島に呼ぼう。あ、8人がトロピカに到着した。そのうち3人が革命派ってことか。今度は農園の綿を新設しろって言ってくんな。この農園ってさ、結構でかいからいまいちだよな。ここでいっか。ん、なんだこれ。運送業者まで道路がつながっていないため物資の輸送ができません。はい、すいません。向き逆に作っちゃってたんだ俺。それは失礼しました。はい、これでいいでしょ。うお、海賊の襲撃。俺まだ軍隊持ってないぞ。
ちょっと待って、ちょっと待って。おーい、おーい、ふざけんな、マジで。え、大丈夫か？人二人しかいないぞ。おーい。待って、軍隊どうな、あ、いるじゃん。え、君たちは、こっちから行こう。あ、違うのか。俺操作できない？もしかしてこれ。あ、なんとかなりそうだね。大丈夫。この砦さえあれば海賊なんて大したことねえわ。もうちょっとさ、こう木に隠れるとかして戦った方がいいんじゃない？戦争ごっこしてんな、これは。あ、配送してるな。オッケー、よかった。なんだ？未知の荒野。もう探検隊を派遣して島を探索する。はい、わかりました。これは？ゴールドラッシュ。島を探索して金の鉱床を見つける。あー、同じだね。探検隊派遣しよう。これか、探索。え？とりあえずこの辺じゃない？なんかこれ、ぽくない？ここ金だろ。大きな、ん？耳の大きな有袋類。あ、探検隊が大きな耳をした有袋類を発見したと。オークスワース卿は、ブラッドリー・ドバイアス・フィン・ダーシー・ローアン・ケルシー・レイトン・ザッカリー・アイザック・ドバイアス。おっと、これはもう言いましたな。フランシス・ブロディ・ルイス・ケーン・マイロ・アルバート・ウィロー・サバンナ・ジュード・ドバイアス・アリスター・ジョン。っていう名前にするか、ドバイアスにするか、どっちかがいいんだ。あれだっけ、レオナルド・ダ・ヴィンチの本名もこれぐらい長かったよね、確かね。まあいいや、俺の名前つけるよ。これは？あ、石炭の交渉だったな。残念。金の交渉はどこだ？あ、ここにも行かせたいな。探索。よっしゃ、行ってこい。あとは？あ、こっちにもあるじゃん。ここと、ここ。まあ、これのどこかに金の一つや二つあるだろう。はい。というところで、今日はこのぐらいにしておきます。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。